S ラインデビジョンのデータの一部が流出したようです。彼女の仕業だろ。なかなか頑張っているようだね。例のプログラムの情報も含まれておりますが。構わないさ。彼女らが手を出せるものなどたかが知れている。むしろ可愛いじゃないか。檻の中の世界を全てと錯覚し、変えられると信じているんだ。ここは一つ見守ってやろうよ。それより、レンヌル・シャトーのその後は？準備の方は全て整ったのかい？滞りなく。プロジェクトゾハルでのデモンストレーションのため、すでにフィフスエルサレムへの搬送は終了しております。あの場所はこのまま放置されるおつもりで。ああ、オルムスにとっても目に見える証が必要だろうからね。自らの命を削りながら主たる偶像を守り続ける、それが彼らの希望の拠り所なのだから。彼女の時間もそう残されてはいない。やはりコスモスとの接触は負担が大きすぎる。次こそは成功させなければならないよ。分かっております。そのために私自ら彼女のもとへ。君の言った通り、良い波を持った子だね、彼女は。恐れ入ります。